岡スポーツのオリジナルコンテンツスゴ技スタートです。第1回目の今回は BMX 松本翔和選手です。うわー、おーっと、ちょっと待って、もういきなりスゴ技、ちょっと、もう翔和君それぐらいでいいよ。ちょっとすごっ、何今の。こうやってたじゃん、こうやってたじゃん。改めまして第1回目 BMX の松本翔和選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。翔和くんがやってる BMX という競技はどんな競技ですか？まあ、こういうジャンプ台を使って飛んで、まあ、その中でハンドルを回したり、横に回ったり、まあ、いろんな技を組み合わせて点数を稼ぐっていう、なんていうの、競技です。競技で点数をこうどん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 加点していくと、はい、ちなみに今めちゃくちゃすごい技だったけど、はい、あれはまだすご技じゃない？まだすご技じゃない。ちょっと今鼻で笑ったね。めちゃくちゃすご技よ今の。今おいくつですか？今12歳です。12歳、はい、で12歳ということは小学校6年生にして、なんかもうめちゃくちゃすごい成績を収められているというふうに聞いたんですけど、2年前の京都でやったジャパンカップの大会で優勝、はい、去年の岡山でやった全日本大会でも優勝できました。優勝、先週にやった京都でやったジャパンカップでもまた優勝できました。もうだからもう出りゃ優勝みたいな。いやでも負ける時もあります。ある。まあ、まずは、はい、カゴ。あ、カゴないね。カゴないね、うん、邪魔だもんね。あったらね、ブレーキがない、うん、あ、そっか。もう基本止まらないです。ここからここまでの幅が普通の自転車より広いです。あー、ほんとだ。シートまでの見た目ちっちゃく乗ってみると多分大きく感じる。あ、そう、なんかこう手を伸ばしてちょうどいいというかギリギリぐらい で、これをだから技として見せるんだ。そう。あとここは、これはまあなんかけたりする、こういうところにこう飛んでかけて、こういう銀色のところにこう、まあ、フレームというか端っこのところにかけてこうまた降りる。かー、あの単純なこと聞いて怖くないの？最初は怖いけど、うん、まあ、繰り返しやると怖くなくなってくる。最初は怖かった、はい、うん、始めたのはいつ頃ですか？1年生だから7歳頃に始めた。7歳。まあ、家なんかもともとサッカーも野球もやってなくて、まあ、家でゴロゴロゲームしてたりやってたから、何かできることないかなと思って、うん、YouTube、うん、たまたまその BMX が出てきて、これかっこいいなと思って始めました。ちょっと待って、きっかけは YouTube？ YouTube、 今 YouTube でスポーツ始める時代なの？はい。しかも自分から何か始めたいなって探したんだ？いや、何も興味なくて、たまたまお父さんが見つけて、うん、これやってみらないって見たら、うん、めっちゃかっこよくて、あ、やってみたいなと思って始めた。じゃあやってみよっかって言って、うん、最初普通に外へ散歩したりするときに使ってた自転車のカゴを外して最初乗ってました。あ、だからあのいわゆるの言い方をすると、僕らでママチャリみたいな、ママチャリでスタートしたの？最初はスターママチャリからでした。あ、ほんと。で、ちょっとずつできるようになったんだ、はい、世の中さ、いろんなスポーツあるじゃん、はい、で、その中で BMX がかっこいいって思ったのはどんなところなの？まず見た目でも、うん、やっぱ飛んだりして技をやったりしてるとか、まずかっこよかったから。いや、だって今やってる人めちゃくちゃかっこよかったよ。そうなんだ。ちょっとこんな技あるんですけどって、簡単な技とかって見せてもらっていい？こう地面でまず前を上げる。おお、はい、で、まあ慣れてきたら次は後ろをこう頑張って上げる、うん、で、うん、技の名前ってあるの？あ、フロントアップとリアアップです、うん、あ、前と後ろか、はい、フロントとリア、はい、
でまあそれを同時にこう前後ろってするのがバニーホップっていう技です。これができないとまずは始まらないですね。シュワ君がやるとめちゃくちゃ簡単そうに見えるんだけど、あ、まあこういうことよね。はい。お、なんかちょっともう様になってない俺このチェックのシャツといい。ちょっと待って、ブレーキがないってそういうことか。そういうこと。ブレーキがないって行きたいところでちょっと何ポジションを取れない。取れない。ちょ待って、だから、フロントなんだっけ。アップです。フロントアップか。ほい。あ、ほい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 。いいじゃん。すごい。ちょっと待って、これで足して。あ、お、ちょっと待って。上がった。違う。お上がった。かっこいい、かっこいい。いや、だってね、そのバニーホップのその理屈がわかんないとか無理よね。だってまず上上げて、前上げてる途中に後ろ上げる動作をする。下半身だけじゃなくて上半身も必要なわけでしょ。で、下半身で持ち上げるタイミングと、はい、上で上げるタイミングが狂ったらダメだもんね。これはね、でもやっぱ見るのとやるのは全然違うね。全然違う。ただ怖いとかじゃなくて、やってることそのものがめちゃくちゃ難しいんだ。難しいです。で、それでもこれは基本と。基本。じゃあその先にシュア君の持つすご技があると。こんなもんじゃない。こんなもんじゃないです。自分で言っちゃう。すごい。すごいと思います。それでは松本シュア選手のすご技です。お、もうすげえ。高っ高っ。こっから勢いつけて回った回りましたよね。すごっ。ちょっとさ、見てたらなんかもう息が詰まりそうというか、何今の。すごっ。いやこれはもう正真正銘で日本一のすご技ですよ。トリプルトラックって言って、横に1回転回りながらハンドルを3回転回す。横で1回転して車体が回ってる回転軸とは逆回転にハンドルを回す。今のトリプルトラックドライバー、はい、できるようになったのはいつ頃ですか。4年生終わり頃ぐらいにできました。あ、本当。習得するのにどれぐらいかかった。でも相当時間がかかります。そう、努力して頑張って。同じ年代ではいない。いない。じゃあこのカテゴリーで今の技、すご技できるのって今のところもショア君なんだ。あ、じゃあちなみに怖くない。怖い。あ、怖いっていう感覚はあるの。やっぱりやるしかないときはやるしかないみたいな。やるしかないっていう覚悟なんだ。すごい。もうね、今の技だけでもうちょっとしたショーだもんね。これもうちょっとお金取れるよ。本当に急ぐらい。もうすごい。ただ聞いたところによると、シュア君は同じくらいなんかすご技持ってると。はい。まだある。はい。まだある。それでは松本シュア選手のさらなるすご技です。何？ショア君なんかいろいろすごすぎて何がどれだったかさっぱり分からなかった。縦に逆さ1回転したよね。でその途中に、うん、まあ、ハンドルを1回転。そう、俺それ見逃さなかったのよ。バックフリップバースピン。バックフリップしてからの回したからバースピン。すごい。心臓止まりそうだったもん。自分がなんかジェットコースターに乗ってるみたいな感じ。本当にヒヤってなる。でもそれだけさ、やっぱ見てる人をさ魅了するよね BMX って。
ねえ、やってる本人としての気持ちとしてはどうなんですか。まだ最初は怖し、今もまあ怖いです、はあ、そう。ジェットコースターよりかは怖くないです。ちょっと待って、こんだけすごいことやっといてジェットコースターの方がまだ怖いの？そんなことあるかい。間違いなく凄技。いや、ちなみに 今見せてもらった凄技って、うん、得点としてはどうなんですか。得点としては高いです。高い、はい、高いっていうのは他いろんな技あると思うけど、はい、どれくらい高いの。まあでもこれぐらい高い難易度もあるの、うん、技もあるけど、うん、普通のと比べると、うん、さっきやった2つの技の方がちょっと難易度が高い、うん、あ、優勝できたのはあのやっぱり今の凄技があったからなのか、その辺ってどうですか。まあ、その凄技もあるんですけど、うん、やっぱ他の細かい技だったり、うん、こうターンした時とかに技をしないとやっぱり点数がまだ増えていかないから、やっぱその技だけじゃ優勝できないし、他のちょっとした技でも例えばまあ1回回すだけじゃなくて2回回すとか、そういうので稼いでいってるっていうところもあります。でトータルでのその加点システムになってるっていうことなんですね。でそれは自分だけがやってるんじゃなくて、周りもねたくさん競技者がいるわけでしょ。周りの点数とかを見ながらなんですか。はい、いろんな人がやってるのを見て、うん、あの人はあんま技やってないなとか、まあ、めっちゃやってるから自分もやらなきゃいけないなっていうのを、まあ、本番で考えた。でそこの駆け引きもあるんだ。見せるスポーツだなと思ったんですよ。やっぱ技見た時のその圧倒的なその技の凄さ、あれって周りのリアクションとかも伝わってると思うんですけど、見てる人の様子とか志和くんが見てどう思います。やっぱりなんかみんなびっくりしてるとか、うん、驚いたりしてます、うん、誰もやってない驚いたりしてるから、うん、そういう姿を見て志和くんはどうですか。まあ嬉しいし、うん、もっと何すごい技やったらもっと盛り上がるんだろうなって思って。そっか、びっくりしました。なんかもう今日一日今の技を見せられただけでなんか BMX になんか魅了された気がします。後半はですね、この凄技がシュア君がどうしてできるのか、その練習内容も含めて秘密に迫りたいと思います。リラックスってのはもしないです。そっか、逆なんだ、うん、集中です。集中、筋トレはしてないです。自転車に使わない筋肉はない方がいいのかなと思ってるから。ご飯バランスよくお母さんが作ってくれてる。凄技は全国で世界で活躍する福岡ゆかりのアスリートを応援する YouTube 番組です。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録お願いします。